伊豆急行2100系電車。伊豆急行2100系電車。伊豆急行2100系電車は、伊豆急行が保有する電車。リゾート21の愛称がある。第29回、1986年鉄道ともの、海ブルーリボン賞受賞。1985年、昭和60年7月20日に営業運転を開始した。先頭車に展望席を設置し、 海側の景色を視認しやすくする目的で、座席配列が独特になっているなど、普通列車用ではあるが、観光客の利用を見込んだ豪華な設備が売りとなっている。当初計画では100系の機器流用車である線系、第3編成を、等急車両製造に発注していたが、方針を転換し、車内全体での検討により、本形式が開発された。 車両の海側と山側でデザインが異なり、側窓は、海側は展望を考慮した大型の連続窓、山側は当時日本の鉄道車両ではほとんど採用例のなかったベクアラットタイプ中折れ品字式となった。図書も当初メーカーから提案されていた帯を巻く、カラーリングは廃案となり、左右非対称のデザインを強調した前面で、 海側の赤帯と山側の青帯が斜めに入る、塗装となっている。8両編成5本の計40両が製造され、R-1 から R-5 までの編成番号が与えられている。R-1.2 編成は一部の制御装置や種、電動機を100系から流用した。1988年、昭和63年登場の R-3。 編成以降は足回りを含め完全な、新製車両である。制御方式は、全編成とも抵抗制御である。ブレーキシステムは、発電ブレーキ、併用電磁直通ブレーキであり、合わせてそもそも速ブレーキも装備する。主電動機は、TDK806-5A、歯車比は5.31で 100K よりも、高速向きに設定された。二次車。 R-2 編成は1986年、昭和61年に落成した際、まず、東京急行電鉄に搬入され、同年6月18日から22日までの5日間イベント列車として、新玉川線、当時、池上線を除く、鉄道線各線を走した。三次車、r 三編成も二次車、同様、年の落成後すぐに、 東急各線を走行している。R-3 編成については、伊豆急行営の搬入後間もない同年4月20日に、快速、リゾートライナー21で、私鉄車両とて初めて、東海道本線東京駅まで入線し、これが後述する特急、リゾート踊り子へと発展する。東海道本線、伊東線乗り入れ用の保安装置として、 ATSP 型を R-4R-5 編成は申請当時から装備しており R-1R-3 編成は伊東線への ATSP 導入時に装備した1990年平成2年に落成した4次車 R-4 編成はリゾート 21EX となり終電装置パンタグラフを菱型から下枠交差式に変更し前面を 大きな一枚窓にするなどの仕様変更点がある。特筆点は横三月座席のグリーン車、ロイヤルボックス、サロ2180系を落成当初から連結したことで、寝台車のようなハイルーフを採用し、トンネルに入ると特殊塗装と、イルミネーションによる出で天井が星空になる工夫がなされている。この仕様が乗客から好評だったことから1991年、 平成3年に R-1、R-3、編成にも内装に小変更を加えて、ロイヤルボックスが増結され、星空天井も採用された。また、1993年、平成5年に落成した、最終編成の古辞社、R-5 編成については、車体と塗装車体側面で斜めに、赤帯と青帯が交互に入るものに変更し、 リゾートシリーズにアルファという意味で、アルファリゾート21の愛称とした。この編成では、ロイヤルボックスの特殊照明が、星空から海底に変更された。2004年、平成16年にはあるマイナス1編成が、下田海港150周年を記念して、黒船を模した黒色に塗装が変更され、車内で、下田海港当時の資料を展示した。 黒船電車としてリニューアルされた。この編成は2006年、平成18年3月10日をもって、定期営業運転を終了し、同月11日12日18日19日に、さよなら運転と撮影会が実施された。R-1 編成の運転終了を前に、後継車両として、R、R-4 編成が2代目、黒船電車として、塗装変更された。 R-1R-4 編成では、新生児から前面に、字幕式の行き先表示器が設置されている。R-5 編成は落成当初設置されて、いなかったが、2007年、平成19年に LED 式のものが設置された。表示は、特急、リゾート踊り子の東京行きの場合、特急東京とリゾート踊り子を交互に表示する。なお、その際に、 屋根部分は青色に塗装された。側面に行き先表示器は設置されていないが、特急運用時は各車両に行き先表が掲出され、前面には R-4 までの編成では台形状のヘッドマークが掲出される。R-5 編成は前期したように列車名も行き先表示器に表示するためヘッドマークは掲出されない。普通車の客用ドアは R-4 編成までは引き戸であったが、R-5 編成では、プラグドアに変更されドアチャイムも設置された。ロイヤルボックスは、全車両を4枚寄りドである。運転台は、全編成とも、主管制御機とセリフラップ式ブレーキ弁が個別のに、ハンドル式である。主管制御機は、R、R-4 編成までは、縦軸タイプであったが、R-5 編成では、 横軸タイプが採用された。速度計は R-3 編成まではアナログ式、R-4、R-5 編成はデジタル式である。普通車は海側に窓向きバケット型ロングシート、山側は2人掛け、ボックス席が並んでいるのが基本である。海側車端部にはグループ客の利用を想定した4人掛け、ボックス席がある。ただし、 R-5 編成の一部の車両は全席4人掛けボックスシートであり、それ以外の車両も海側のシートにはボックスシートと同タイプの2人掛け座席を窓向きに並べて配置している。いずれも固定式であり、回転やリクライニング機構は装備されていない。両戦闘車には階段状になった展望席があり、運転士の頭越しに全面展望を楽しむことができる。 ロイヤルボックスは、海側に一人掛け、リクライニングシート、山側に二人掛け、リクライニングシートが設置されている。一人掛けシートは回転させる際に45度ずつの固定が可能で、例えば海側にシートを向けるということも可能である。普通車との間には仕切り扉が設けられており、営業運転中は客室内の通り抜けができないようになっている。その他、 特急運用時に使用される車内案内表示器が各車両の車端部、展望席は運転席背後のみに設置されている。各編成デッキには天井に小窓が設置されている。また、R-5 編成は喫煙室を設置していたが、全面禁煙化に伴い使用停止となった。トイレは8両編成の3、5、7号車、7両編成の3、6号車、 R-3 編成は3号車のみに設置され、汚物処理装置はカセット式が採用されている。主に熱海と伊豆旧下田間の普通列車に使用される。また、土曜日、休日及び繁忙期には、東京始発の特急、リゾート踊り子や、このほか、毎年元日の早朝には、伊豆発日の出号、品川豆旧市田間の片道のみ。 運転などにも使用されている。立川発着の特急、リゾート踊り子9 1 9 2号や、高尾発着で、新宿経由のリゾート踊り子で使用されたこともあったが、利用率が悪く早々に設定されなくなった。特急、リゾート踊り子などに使用される際には、全車指定席であり、ロイヤルボックスを連結する。ロイヤルボックスは、普通列車でも連結されていたが、 2003年3月31日をもって廃止された。それ以来、普通列車では7両編成で運行されている。なお、普通列車として JR 伊東線内を運行する場合のロイヤルボックスはグリーン料金と同額の料金を徴収するものの、グリーンシャー使いではなく、青春18切符でも別途料金を支払えば乗車できた。 2009年5月16日から17日にかけて、静岡県下田市で開催された、黒船祭りに合わせ、南部線、立川伊豆急下田間であるマイナス4編成、ロイヤルボックス非連結の6両編成により、臨時特急、リゾート踊り子91.92号が運行された。運行経路は、南部線優等列車を参照。南部線には2007年に、武蔵溝の口駅で、 車両展示を実施した際に初めて入線し、その五段対専用列車として数度入線しているが、多脚臨時列車として南部線を走行したのは、これが最初の事例である。なお、2009年は7月11日12日と9月26日27日にも運行された。また、2010年3月13日には横須賀線武蔵小杉駅開業を記念して、 新宿伊豆旧下田間で R-4 編成、7両編成により、臨時特急、リゾート踊り子65号が運行され、同時に武蔵小杉駅において出発式が開催された。なお、同編成の新宿駅入線は、これが最初の事例である。第1から3次車、R-1R-3 編成は、 製造されてから20年程度であるにもかかわらず、沿線の潮風による塩害の影響などで車体の腐食が目立ち、また、R-1R-2 編成の一部車両の機器類は100系の廃車製品を使用していたため、足回りの老朽化も進んでいたことから、R-1R-2 編成については8000系への置き換えにより順次廃車、解体された。前期の通り、 一時車は2006年3月10日に定期運用を終了した一部中間車は R-2 編成と組み替えを実施。2009年5月31日には R-2 編成のさよなら運転が実施された。この時のさよなら運転は R-1 編成の事例とは異なり、下り伊東発伊豆急下田打業快速列車のみの設定で上り列車の設定はなかった。 R-1 編成のさよなら運転時と同様に、伊藤駅出発後に乗車証明書が配布された。R-3 編成についても置き換え対象に上がっていたものの計画が中止となり、2008年10月に全般検査を実施し、窓枠部を車体色と同一塗色に変更、屋根塗装の変更、客室内自動扉の動作検出方式をとトスイッチ式から、 センサー式に変更、床材交換などの更新が行われた。長らく R-3 編成が唯一のオリジナルカラーの車両として運行していたが、2011年8月18日に R-3 編成の車体カラーのリニューアルのため、リゾート21をオリジナルカラーサヨなら運転を実施、R-1 編成、R-2 編成のサヨなら運転等と同様に、 伊藤駅出発後に記念乗車証が配布された。リニューアル後の車体カラーは100系車両のカラーである、ハワイアンブルーに変更され、リゾートドルフィン号という愛称が付けられた。2011年10月22.29日に、デビュー記念臨時快速列車として運転した後、普通列車として運行される。その後、2016年7月には、同年8月下旬からの定期検査により、 塗装変更され、リゾートドルフィン号としての運行は終了することが発表され、同年8月21日には、リゾートドルフィン号及び、後術のアルファリゾート21としての運行終了を記念したイベント、リゾート21フェスタが実施されることが発表された。フェスタ終了後に実施された定期検査により、同編成は、伊豆を代表する特産品である、金目を PR する、 地域プロモーション電車として赤を主体として鉄道車両では珍しいシルバーグレーのグラデーションを施した塗装へと変更されこちらは伊豆急金目トレーンという愛称が付けられた2017年2月4日より営業運転に復帰している R-5 編成アルファリゾート21は2016年2月10日より同年7月までの予定で2015年で リゾート21が運転開始から30周年を迎えたのを記念して2011年まで運行されたオリジナルカラーである全面で海側の赤帯と山側の青帯が斜めに入る塗装をモチーフとしつつ白を基調として現代的にアレンジされた塗装へと変更された。なお、R-5 編成については同年10月に2017年7月より 横浜伊豆急下田間で運行を開始する予定の水戸カエイジデザインの観光列車ザロイヤルエクスプレスへの改造工事を受けることが発表さフェスタ実施後 R-5 編成は同年9月までこの塗装で運行された後運用を離脱し翌10月には改造のため東急長津田車両工場へと公衆輸送されたそして2017年7月21日より ザ・ロイヤル・エクスプレスの運行を開始した。なお、R-1R-3 編成に連結されていたロイヤルボックスはすでに廃車、解体されている。2012年7月29日に開催された、伊豆急電車祭り2010にて、下田を舞台にしたテレビアニメ、夏色奇跡のラッピングを施した、アルファリゾート21が公開され、 翌30日より10月31日まで運行。10月25日から31日にかけてはラストラン企画も行われた。同編成はそれに先んじて6月より、同作品のメインキャラクター4人による社内放送を期間限定で実施した。2014年7月から8月の2ヶ月間、テレビアニメ、靴だるのラッピングを施したアルファリゾート21が運行された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。